コスプレ衣装ね。そうね、確かに普通の服を脱がすのとはわけが違うわ。薄い生地や本来衣服に向かない素材を多く使用し、特殊な縫製をしている。力ずくで破り捨てるのならそうでもないけれど、あなたが言うように奪い取るとなると、個人的なおすすめはコスプレに興味はあるけれど、コスプレをして街を歩くほどに覚悟は決まっていない。そんなウブな子を脱がしてもてあそぶ方が楽しいわよ。あら、そう、残念。まあ、あなた自身が脱がしたいと思う相手を脱がした方が楽しいわね、きっと。私の趣味を押し付ける気はないわ。よろしい、教えてあげるわ。ただし、その前に今のあなたの腕前を確認させてもらう。いいわね。私の技は未熟なものに授けるほど安くはないの。それじゃあ、私の下僕を相手にやってみなさい。成長しているわね。いいわ、それでこそ調教してあげた甲斐があるというもの。
それじゃお待ちかねの対コスプレイヤー脱衣テクを教えてあげる。いいわ。あとは自らの鍛錬、そして脱がしたいとする衝動によって技を磨きなさい。さあ行きなさい。コスプレイヤーは今のあなたにはただの獲物に過ぎない。写真を撮りたいの？え、なぜそれを？ポツリで？誰かに剥ぎ取らせたい？人の趣味にまで口出してくるなってんだよ。彼女になったからって、まったく。ただでさえ付き合い始めたことで仲間からバカにされてるのに、三次元の女の何がいいんだって。男から趣味を取ったら一体何が残るんだ。別に迷惑かけてるわけじゃないのに。あなたも分かりますよね。ですよね。あ、まだ何か用ですか？まさか、この衣装が世界で100着しか作られなかったオフィシャルの衣装だと知って。え？あ、普通に欲しいの？あ、そうなんだ。いやー、超レアだから狙われたのかと思いましたよ。よかったー。で、どちらにせよ渡せるかよ。見て。マジで？ありがとう。ケイコ、お前。あ？何よ。私の彼氏なら、私に合わせた趣味を持ちなさいよ。バンドやるとかサーフィンとか、車とかでも OK よ。そんなもの、自分の趣味を否定するぐらいなら、僕は。お前と。ほら、そんな格好じゃ風邪ひくよ。とりあえずどっか入ろうか。確か湯島の方に行ったらファッションホテルとかあったっけ。
ファッションホテルっていわゆる。ほら行くわよ。ね、衣装？ああそれはいらないわ。よかったら持って行ってください。お礼になるかな。ちょっと待って、あれはいらないわよね。はい、うん、そうでしょ。さあ行くわよ。Thank you.
はい。どうぞ。ありがとうございました。よし。はい。どうぞ。ありがとうございました。よし。とっておきです。こんにちは。